教えてくださるのは加藤さん、志賀さん、臼井さん、城さんの4人の方々です。そして、今月の器はこちらです。阿蘇市乙姫にあります東坊楽さんの作品を貸していただきました。東坊楽さんのご紹介は番組の最後に載せておりますので、ぜひご覧ください。ではまず今日は加藤さんから、はい、ということで、まず何をしましょうか。笹を炭酸で殺菌して、うん、ちょっと色もよく色よくします。はい。じゃあこの後はもうそれでよもぎを湯がきたいと思います。同じ鍋で。はい。はい。軸が柔らかくなるまで。はい。じゃあ結構丁寧に湯がいて。はい。団子をこねていきたいと思います。750g。米の粉が250gです。それと砂糖大さじ2杯入れます。で、よく混ぜてから混ぜ合わせます。と水 800cc を少しずつ入れていきます。少しずつ。はい。最初は結構力仕事ですね。よくこねていきます。このくらいの大きさにちょっとしまして、中をドーナツ状にこんなふうにします。ただ中まできれいに火が通るように。でこの辺りもちょっと、はい、薄い方がいいと思います。こんなふうにして湯がいていくんですね。はい。そしたら中まで早く火が通ると思う。そうしてお湯に入れていきます。結構たっぷりですね。はい。お湯が多い方がいいと思います。そしたら入れていってみて、結構楽しいですね、この作業はね。団子作りですか？うん、団子作りめったにできないし、あ、そっか、ここでちょっと形は悪くてもね、後から餅つき機で湯がきます。ついていきます。じゃあ茹で上がった餅はざるに一応取ります。はい。取って餅つきの中に入れます。これを。はい。じゃあ入れます。はい。そこで。茎の中によもぎを入れていきます。片栗粉を敷いたボウルにこのつけ上がった餅を入れていきます。お、来ました。お、重い。でこれをだいたい50g ぐらいの大きさにまとめてちぎっていきます。はい。で丸めていく。はい。あんこを入れてから丸めていきます。はい。笹の葉に包みます。はい、巻いてここを通します。はい、そうです。はい。あんこ、じゃあバクッといただきます。うん。あ、よもぎの香りが立ってますね。やっぱ今年取れた。よもぎだからかな。うん。地産地消クッキングでは、阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市乙姫にある東坊楽さんの器を使用しています。楽さんでは色のついた土を使い、ガス釜と薪窯を使って焼いており、普段使いの食器や牡蠣などの製作販売をしています。